大阪のコリアンタウンにあるマカロンのお店、ココマカロンっていうお店の名前なんですけど、そこのお店を紹介したいと思います。こんな感じで、かわいいトゥンカロンが売っています。それと、それの近所にあるすごくおしゃれなカフェにも行ってきました。カフェの名前はアワログコーヒーというふうに言います。そこも紹介したいと思います。店の場所なんですが、コリアンタウンの入り口から入っていって、プールを越えて、麦の家という金ぱ屋さんですね、それも越えて、すぐを左側に曲がるとカフェがあります。そしてココマカロンの店は、コリアンタウンのメイン通りのところに面していますので、わかると思います。では行ってみたいと思います。金ぱ屋さんの麦の家を過ぎたら、次の角、こんな風に門があるんですけど、そこで左に曲がります。民族村って書いているお店がありますので、そこを曲がってください。そして曲がって、すぐのところですね、もう看板が見えてくるんですけど、そこがカフェになります。アワログコーヒーというふうに言います。中の席が少ないので、並んでる時が多いんですけど、店の前にLINE で登録するやつがあって、そこで登録しといたら、自分の時間が近づいたら LINE が鳴って呼んでくれるので、それまでの待っている時間を、うろうろできます。有効に使えると思います。2階もあって、そこでお茶することができます。では2階に行ってみたいと思います。中なんですけど、これ2階なんですけど、こんな感じでゆったりとした席の感じになってます。真ん中には席がないんですが、低いテーブルが多いですね。で、私はこれを頼みました。2つで1200円でした。これはね、ティラミスです。それと、カフェラテですね。ティラミスの方はすごくとろっとしてめちゃくちゃ美味しかったです。結構量あったので、2人だったらシェアして食べるのもいいかと思います。そしてトゥンカロン屋さんなんですが、お店の名前はココマカロンというふうに言います。このようにカラフルなマカロンがたくさん売ってます。値段は300円とか350円とか、500円とかがありました。コリアンタウンのね、メイン通りずっと歩いていきますと、並ぶところが外に出ているので分かりやすいと思います。これ平日なんですけど、少し並んでましたね。こんな感じで可愛らしいマカロンが飾ってあります。店の感じはこんな感じですね。これは数分経った時なんですけど、もう人が並んでなくて、ゆっくり撮影することができました。土日に行った時はもう夕方2時ぐらいとか3時ぐらいになったらだいぶ売り切れてて、種類が少なかったです。今日は平日なので、これ平日の2時ぐらいだったと思うんですけど、結構残ってました。マカロンは冷蔵だったら3日以内、冷凍だったら、最大3週間保管可能ということになります。なのでお土産とかに持っていくのもいいかなと思いました。では実際に買ってきたものを食べていきたいと思います。はい、ではマカロンを食べてみたいと思います。今日は3つ買ったんですけど、こんな風な袋に入れてもらえます。かわいいシールが貼ってあります。はい、こういうのを買いました。抹茶ミルクティー、
ストロベリーだったと思います。これね、冷凍で、保管してもいいし、冷蔵でもいけます。冷蔵の場合は3日以内に食べてくださいっていうふうになっていました。はい、こんな感じですね、抹茶。はい、断面はこんな風な感じになります。はい、このぐらいの長さ、5センチぐらいですかですね。カラフルです。これは全部ね、1個300円、税込みで300円でした。見つかったので900円ですね。はい、これさくらんぼがついています。はい、そしてこれがストロベリー、雲のマークがついていて可愛いです。これはね、また冷凍で取っておきたいと思います。一つとかでもね、入れ物にこんなタッパーみたいに入れてもらったことがあったので、一人でも持って帰れます。これですね。じゃあ食べてみたいと思います。この真ん中のクリーム、なんて言ったらいいんやろ、生クリームじゃないんですけど、ちょっと硬い感じのクリームです。くどくない甘さですか。甘いんですけど、そんなにくどくないから、一つゆっくり食べれると思います。まあ、でも1日2個はいらないかな。ちょっと甘いですね。2個も食べたらちょっと、トゥンカロン、なんか太っちょのマカロンっていう意味らしいです。はい、じゃあまたこれをどんどん食べ続けたいと思います。じゃあこの辺でさよなら。